前回のバイオハザード RE4 は、ああなんだこいつ、おっぱいのペラペラソースって言え、セクシーコマンド奥義、セクシーキック、腕の骨が折れた、なんだこの野郎お前、やめろ、人生ポリネズミネスカメスーパーテラックス、あーガーン、中野バーガー、ああある、ある中野バーガー。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回からバイオハザード RE4 やっていきましょう。ガチでこの1年一番楽しみにしとったゲームやったんで、もう発売今か今かと待ってましたね。もうちゃちゃっと始めていきましょうか。あ、ただね、なんかパズルだけ発売後1ヶ月は動画に入れたらあかんらしいんで、パズルのとこだけカットします。それじゃあやっていくんやけど、体験版であったところは特にね、まあなんか変わってるところがあったり取れ高があったりしない限りは、まあカットさせていただいて、あの村の戦いの後らへんからね、本格的に動画やっていこうかなと思います。ってわけでやっていきましょう。え、がっつりなんか違うねんけど、誰これ、アシュリーじゃないよな、おスケベ始まるってこれ、え、やばいってこれ、撃つし大丈夫、許せねえな、いけねえの儀式か。ムービー追加されてるわ。アシュリー可愛いな。なあ、教えてくれよ。こんな山奥に何しに来た。面白いもんなんかねえぜ。まあただの迷子探しだ。その迷子はビップかなんかか。まあそんなところやな。所長直々の命令だ、あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に3人でピクニックってわけだ最高だ。このセリフオリジナルであったな。英語音声やったら総理徳さん言うんかな。言うじゃねえか。ここだけの話なんだが、秘密を教えてやる。この森では遭難者が後を絶たない、いわゆる神隠しってやつだ。なら迷子探しは慣れたもんだな。うん、先週もハイカーの捜索があったばかりだ。さっきやられとった人かな。心強いな、今回も頼む。着いたぞ、この辺だ。ちょっと待っててくれ。いかん方がええって。すぐ戻る。この二人殺されてた人か、体験版で。ケフリオ。デアスベビドルバーランタロ。さあ。ちゃんとタッションするとかもあるんかいな。するか。お前目のクマすごいな、レオン。バージャーセティウマステトリコ、うん、あ、やる気やない、いや原作に忠実やね。どこ行くの、なんで一人で行っちゃうんだ、あいつなんで一人で行った、あやめとけって、絶対死ぬやんそんなん、死亡フラグ立てすぎやろ。どうしたんだ、えらい遅いな、何でも落ちたか、悪いんだがちょっと見てきてもらえないか。それで殺されてたんや、あの人。なるほどな。俺は車を見張っとく、駐禁取られたくないしな。泣けるぜ、泣けるジョークだぜ、泣けるぜっていつから口癖になったやろな。まあ、ここは体験版のところやからバーって飛ばさせていただくんですけれど、どこまで行ったんだ、あ、それでどこまで行ったんだって言うてたんか、なるほどな。で、体験版では入れなかったこの鹿の死体な、なんでわざわざこれを凝視できるようにしたんや。トリマこの辺のナタとか持ってこうぜ。何これ、ビーバー、ウサギか、ビーバー殺されんのかと思った。ビーバーやったとしたら今のところはブチ切れとった。やっぱりさっきのおっちゃんやな、殺されとったあのおっちゃんやったんか
レオンの蹴りやばすぎやろ、威力。マリオ・フェルナンデス・カスティニオ。生してるわ。マット・チェーンソーで何回もやり直してるから。もう全カットでもいいな、この辺は。マリオーマンマミーよ。こんにちは。ごめんな、さっきは蹴っちゃって。こいつはもうスルッと回避させていただいといて、無益な殺生は好まないんで、僕。よし、ハーブ？おハーブですわ。いや、おハーブじゃない。これはミキ・プルンの苗木です。アシュリーボッコボコされてるよな、これ。こちらハニガン、状況は？このハニガンの出てき方いいよな。ほんで体験版ではここにタイプライダーがあると。あ、音楽したね。ケースカスタマイズにアタッシュケースが追加されましたよと。チャームとか装備入れ替え、特別な武器。あ、そや、俺、デラックス版買ってるから、なんか新しい武器があるみたいですね。これはスカルシェイカー、センチネル9。あ、なるほど。まあ、とりあえず持って行ってみるか。やっちゃうからな、これ。マジでバイオあるあるね。バイオ4あるある。アタッシュケースいじりがち。俺結構ね、この辺几帳面にやっちゃうねんな。他のゲームやったら、絶対持ち物の整理とかやれへんけど、バイオやったらなんかやっちゃうねんな。通貨ドロップ率アップ。こっちはガンパウダーのドロップ率がアップと。なんかバフついてるんやね。ハンドガンの弾クラフトボーナス発生率 30% アップやって。これめっちゃ強くない？チャーム。3つまでつけれるってことこれ。何そのダークソウルの指輪みたいなシステム。で、センチネル9がこれな。これフルオートなんかな？かっこいいこれ。で、ワンちゃんが生きてたりはしないか、さすがに。これワンちゃんワンちゃん生きてるかなと思ってんな。ワンちゃんワンちゃんって。ダジャレじゃないぞ。で、ここの、トラバサミにはもうかからんぞ。さあ、おばあちゃん、おねんねのお時間だよ。はい、おやすみ。いってな、てめえ、なんだこの野郎。おいおいおい。俺様にそんなことしていいと思ってんのか、お前。このパニッシュメント使うか。あ、こっちの方が絶対火力高い。見たらわかる火力の高さ。やばい！もうなんでやねー！もう今早かったな、カバー。カバー早すぎ、ワロタ。ん？どこ？どこやねん、これ。あ！ベルベットブルーじゃん。ベルベットブルーってこのタイミングで出るんやったっけ？本家、あれやんな、スピネルが先やもんな。城に行くまではなかったはずやけど。これ何気さ、ここやり直すのめんどいから、もうマジで死にたくないな。おー、ヘボ山田いただきました。ありがとうございます。ペロ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 ニーニョー言うて。さあ、牛さんまた頼むで。この牛痩せすぎやって、お前。ちゃんと餌やってる？あ、なんかこいつ罠を置いてる。何罠置いてんだ、お前この野郎。そこ抜けますよと。これさ、何なんか、今リンゴロ、あーなんでやねん。はぁ、難易度高くないですか、このゲーム。難易度高いっすよ、ここ。なんでやから壁向いてんねん、お前。これめっちゃかっこいい、リロード。なんかくるって回す動作入る。おら、暗いな、パニッシャー。よいしょ、だいぶ通ってるはず。中のバーガー、早よ頼むで。よいしょ、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 ちょ、なんやねん、こいつ。なんか、蓋されてんねんけど、なんでやねん。そりゃ聞いてないなぁ。あ、来た、中のバーガー。ラカンバーナ。中のバーナ。チャンネル、どうぞ、ポデラーショー。こいつ今、チャンネル登録お願いしますって言ったね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。めっちゃ嫌嫌やん。バイオハザード RE4。 さあ、これでようやく体験版のとこ終わったな。オッケー、ほなようやくこっから初見やね。やっていきましょう。なんかコントローラーの反応おかしいな、最近。てかさ、フォトモードありますやん。レオンやっぱこれだいぶ目疲れてるよ。めちゃくちゃ寄れるやん。あ、おい、音声出ないぞ。これ多分コントローラーから音出るようになるんじゃない。おい、なんでやねんこいつ。そや、これコントローラーのスピーカーオフにしとかなあかんわ。ハニガンの声が多分コントローラーから出る設定になってるんですよね。けど俺コントローラーのオーディオゼロにしてるから今声が出なかったんだ。ハニがすまねえ。ほんで無線の内容が全く頭に入ってこんかった。湖畔へと向かうと。まあアイテムまだまだあるから全部取っていこうぜ。これな、どうやって開けるんやろな。多分キーピックみたいなアイテムか。なんや？ああ、うんこらしてやろ。お前、中のバーガー言われとったで、お前。よし、セクシーキック、お疲れ。いや、やばちゃんと体験版やった人もビビれるようになってますよと。これなんや、お宝？お宝これ。宝飾のある首飾り。こんなんあったっけ。あ、これ穴はめていかなあかんちゃう。これやっぱはめるとこあるやん。お宝？お、ルビー。これ組み合わせか？あ、これじゃん。一個はめれますやん。14,000円に値段上がりましたね。うん、場所取るからちょっとアイテムしまっていくか。ちょ、こいつ直しちゃおうか。ちょっと待って、自動整理あるやん。うわ。自動整理なんていう便利なものがあるんですか、この世の中に。これはスニーキングミッションだ。はい、おやすみ。セクシーかつスマートに。これ青コインとかあるな、ここに。ここに5枚あるはずやねん。で、全部やるとなんかハンドガンがもらえたような。
記憶があるんやけどね、卵ないっす。命をいただいて光り輝いてるやん。こんな死骸の山あったっけ。はい、お疲れ。手ぶれすんなこれ。よし、二つ目。あ、ここにあったかと思ったら、これなんだ、青いメダリオンの墓。報酬スピネル参加。じゃああんまりいらんかもわからんけど。ん？こんな場所あったっけ。これあれかな、岩ゴロゴロあんのかな、クラッシュバンディクみたいなやつ。 QT はなくなってるって聞いてるけど、これなんだ。良さげなもんありますやん。うわ、鍵がないと開かないやつな。あ、なんか出てきた。どっか出てきた。あれ、ストップ。セクシーキック行きたいね。あ、いける。はい、セクシーキック。お疲れ。で、スカートの中見えないようになってるっていう配慮な。つか、マジこの家の中どうやって入るんや。そもそもここ行かれへんやんな。こっち側なんか行ける場所ありますね。ここはなかった。やばい。なんで急にこんなハイテクなもん仕掛けてんねん。はしごがありますな。なるほど。ここ側から行けってことか。あ、これあれや。HP 上がるやつ。HP 上がるミキプルン。なにこれ。ギミックありますやん。これは知らんやつやな。まあ、歯車つけて回せってだけやろ。おショートガン止まないっす。ん？何？何何何何？なんだお前。マジか、誰だお前。お、新キャラや、新キャラ。ミノタウルス来たって。ちょっとミノタウルスは聞いてない、さすがに。なんだこの回避。回避しといて。そんな強くなさそう。デカハンマー、デカハンマー。まさかデカヌちゃんがここで、ゲスト出演してくるとはさすがの俺も思わなかったな。これ敵多すぎちゃうこのゲーム。やっぱなんか入力遅延すんな、ほんで、コントローラー。いった！あ、でも倒した。ちょっともうこれ使っちゃおう、これ。HP も増える方のやつ。オッケー、ベルベットブルーか。じゃあこいつあんま強いわけちゃうな。これさ、パリーやりたい。パリーってどうやったらええんやろ、結局。さすがにショットガン使いすぎやね。これはセクシーキックの出番じゃないですか。ヘボ山だ。なんか撃てないんだけど。やっぱりこれおかしいぞ、コントローラー。おい、構えられないって。なんだこれお前。よし、いける。セクシーキック。お疲れ。ガチでむずいわ、このゲーム。これで全部か。オッケーオッケーオッケー。で、どっかから、歯車持ってこなあかんねんけど、歯車あそこの宝箱に入ってたよな。あ、歯車ありますやん。キッチンナイフ。木製の歯車。ルビー。これさ、ルビー全部はめていい？いいのか、それで。まあ、良さげではあるよな。2万になった、すでに。あ、これ別にどの宝石はめてもええんや。で、あと四角の宝石が2つあればこいつ完成すんな。なるほどな。そう、自由なカスタマイズができるんや、今回。よいしょ。これで、ここを開けることができると。あ、これ、こっから宝のとこ行けるやん。てか今、後ろで米炊いてるから、米炊いてる音入るかもしれん。さすがに米ぐらい炊きますよ、僕も。これ、フラゴンやって。これも初めて見るわ。ティーポットみたいなのはでも原作にあったよな。丸いくぼみ2つ。これ、ルビー使えるね。ただ、これさっき完成させて売るか。いや、これ面白いね。こんな場所あったっけ？こんな吊り橋、あったかな？見覚えないな。牛さんちょっと抜いてもらって。よろしいっすか？うわ！これ、ゴロゴロゾーンじゃない？やんな！これ絶対そうや。うん、これはステーロ。いや、こっち側逃げてよかった、今。あれ、でもゴロゴロゾーンじゃないのか。うわぁ、だるいだるいだるい。あ、でもここはなんか見覚えやんな。バイバイソー。落ちろ落ちろ。こいつら、高台乗ってるやつは足打ったら落ちるからね。なんやこいつ。おーい、お前。今、三蔵川渡ったね。おいしょ。うんこ出してろー。ダメですね、おばあちゃん。はい、リンゴロー、それ。あ、これやっぱりゴロゴロやったところや、原作やったら。ゴロゴロないんだ。お宝がトンネルの上にくっついてた記憶があるんやけど。ないか。行っちゃうか。いや、この陰影の感じいいな。神経な罠に引っかかるこの俺じゃないぞ。ここめっちゃ罠あったの覚えてるわ。これやばくない？ですよね。あ、死ぬ。死ぬんだ。ペーン！いける。はい、セクシーキック。やめてください。ちょ、マジ怪しいもんじゃないんで僕。やめろ！いや、ガチで敵の攻撃痛くない？このゲーム。あれやな、ゾンビと比べても相当強いぞ。てか、この銃リロードが遅いわ。卵をいただくか、命をいただこう。あ、あいつかかってる、アホや。自分で置いた罠にかかっちゃったね。はい、セクシーキック入ろうか。うわ、一体ね、今のは。マジで敵多い、このゲーム。アホや、なんか爆発してる、自爆してる。バカバカや。お前か、さっきから。そう、自爆しろ。自爆してくれ。頼む、外ろ。おい、近づいてくんだって、お前。こっちへ来るんじゃない。ガチやばい、ガチやばい、こいつ。一番村人で危ないからね、こいつ。あ、でも死んだか。いや、死んでない。こいつ、こかせば、自爆する。いや、あれ撃つか。オッケー、お疲れ。ダイナマイト直で撃っちゃうか、こかしてしまえば自爆するね、こいつは。もう、こいつらアホやろ。多いし、爆弾クソ投げてくるし、お寿司って感じ。あー、もう最悪や、いって。もう一人ダイナマイト投げまくってるおばはんがおんねんけど、どこにおんねん。ん？
これどっから来てんのこれ。なんかテクやつおんな。どこからやど、お前そんなとこにおんの。それはさすがに無理やわ。あいつ今から暴行しに行くわ。ここもだいぶ地形変わってるわ。バイバイソー、バイバイソーしか言えへんやお前ら。あー俺も食らっていく。ちょこれ命いただこう。ガチでめっちゃ変わってんな。原作に忠実でありつつもすごい変わってる。外ろだろ。地獄の豪華に焼かれるがよろし。ルビーナイス。これ小判打ったら出てくんのかな。あいつ出てきそうやな。あまたこれある。祭壇これなんなんやろな。この教団のマークの形の鍵があったらここ開けれんのか。でルイスが早く開けてくれ言うてるから開けに行くか。きったねこの家。これオリジナルでも言うてるやんな。ハウスダストというかもうダストハウスやんっていう謎の名言を残してた記憶がある。何の音だ。何の音だ。さすがにここはオリジナル。え誰だお前。ケツに生に玉ぶち込んでいくルイスかと思いきや違うやつやったわ。あっしゃい。ここになんかあるわ。オリジナルやったタンスに閉じ込められとったんやけど、オリジナルをやった人の意表をついてくんな。完全にルイスの流れやと思ったら違うっていうな。お前どんな悪いことしたん。ゆっくり話せよ。いろいろと話して。ようひげ抜けんかったな。察しがいいね。じゃあセニョール、タバコあるか。津田健さんやん。ルイスかっこいいな。残念ならこれほどいてくれ。まあオリジナルでもハンサムやってるんだこいつ。くそあいつだ。誰だ。あ村長。おいそこに止まれ。パン。タイランってよ。やばいやばいやばい。巨人火薬や巨人火薬。そんな注射器では入らんやろ。チャプターエンド。いやこの辺もあれやね、区切り方とか一緒やな。であそこ意表ついてきたな。なるほどこれはなかなか面白い。どうせまたルイスが暴れとんねやろとか思っていったら、まさかのおっさんがナタで床叩いてるっていうな。もうちょっとやってもええかなって感じではあるけどね。やるかもうちょっと。これ英語音声やったらレタス牛乳アワパワーあんのかな。生体を授かりし幸いなる子羊よ。いやええ声やな。サドラーや。目覚めは近い。大塚北条さんクソええ声やな。なんだこれは。よせやめろ。おいおいやろう二人と監禁がよ。アメリカ人名前は。なぜアメリカ人とわかった。レオン。レオンセクシーケネディや。寡黙なタイプか。俺はルイス・セラ。お互い間違えたな。バケーションの行き先を。ルイスマジかっこいいわ。やめろ引っ張られるだろう。こっちは怪我人なんだ。読めたぜ考えが。あ壊そうってことか。こういう状況は慣れっこか。まあな。俺の勘だと。お前は誰かを探してる。勘がいいな。勘のいいハンサムは嫌いだぜ。行方不明のセニョリータ。セニョリータ。若い女性。話せ。今すぐ。わかったよ。小耳に挟んだんだ。セニョリータを連れて行くって。連れて行く。どこへ。さあな。だが奴らは誰かを古い教会に連れてった。お、もうすぐ行けんだよ。おしょー。くそお前といると。おやばい後ろ。ナイス。引っ張り締め殺せ。よっしゃー。レオン強いなマジで。臨機応変に戦うやん。鍵持ってきてくれてよかったわ。まだ終わってないぞ。またな。おい鍵くれ。なんでそこにほんねんお前。今回なんか相棒キャラみたいな感じらしいけどな。装備を取られたか。装備取られたマジで。わお。 HQ、 ターゲットの居場所をつかんだ。彼女は教会にいる可能性が高い。さすが朗報ね。それから妙な男に会った。名前はルイス・セラ。ハンサムなプーヤ。うさんくさいやつだった。やつのことを調べられるか。ええ、わかった。少し時間を
ちょうだい。とりあえず、おハーブですわ。まずはここから出ない。いや装備取り戻さんとさ。また連絡する。え、装備取られたっけ？オリジナルで。全然違う場所。これはスニーキングミッションだ。うわ、いけない。なんでこう狙いやすい位置にいるんだお前。ステルスキル。まあ、それも知ってるって。はい、お疲れ様でした。よいしょ。ケチナイフ？いや、マジナイフだけでやるパターンやん。あ、俺の装備や。パリーナ？ L1 で弾き返す。了解。ちょっとやろうぜ。もうここに慣れておきたいところ。これか。こう、こうか。これでも、パリ成功しない可能性ある。はい、はい。キッチンナイフもろいな。こうや。ほんで、ここに、これね。なるほど。いいの入ったわ。完全に、ジャストタイミングでやれば、まあ、セクシーキックを入れることができますよという感じか。終わりだぜ、あんた。はい、お疲れ、ピーポー。よいしょ。よいしょ。え、そっちが開くのかよ。急げパティンよ。よいしょー。なんとかギリギリって感じ。さあ、装備が帰ってきた。装備帰ってきたんでけ。あ、武器商人いるやん。こっちだ。そこのあんた。武器商人の助言、宝の地図で一攫千金。害獣駆除。ネズミを駆除してくれ。病気でも移されちゃかなわね。俺たちね、病みついてる暇なんてないからな。スピネルもらえるぞ。あ、そういえば俺さ、青コイン1枚やってないな。ウェルカム。はいはいはい。お金を使って、武器商人と、武器アイテムの売買ができますよと。ケースサイズアップ欲しいな。これを一番買ってくべきやったような気すんな。まあ、トリマー。ケースをでかくしといて、使用済みのキーアイテムは売買できる。あ、売れるんや。これはいらねえ。ベルベットブルーもいらねえ。フラゴンも売れる。これだけで1万5000。なかなかええ商売してますの。あ、これスピネルで交換か。パニッシャー。あったな。なるほど。スピネルでこの辺とか交換していく感じになってるんや、今回。じゃあ、スピネルめっちゃ大事やん。ボルトスロワーでしょ、じゃあ。これ、マインスロワーって名前やったな。まあ、あとの8000円はちょっと置いときましょうかね。はい、というわけで、じゃあ、とりあえず今回こんなところにさせていただきましょう。というわけで、今回最後までご覧いただいた皆さん、どうもありがとうございました。というわけで、See you next time! バイバイ、次回。また遊びに来てな。ほな